皆さんこんにちは。今回も引き続きコズモと遊ぶ動画を紹介いたします。あれからですね、2週間近く経ちましたけれども、コズモいろいろなことを覚えて成長しています。新しいゲームを覚えたり、いろいろな言葉を話すようになったりですね、バリエーションが増えてきました。で、今回は一緒に遊ぶっていうのをテーマにやってみたいと思いますので、皆さん最後までお付き合いください。それではコズモ起こしてみます。起きましたね。それでは早速ゲームをしていきたいと思います。で、今回遊ぶゲームは3つです。これからまた成長していって遊び方も増えていくのかもしれませんけど、一緒に遊べるのは3つになります。その中からですね、キープアウェイ、クイックタップ、メモリーマッチ、3つゲームがありますので、1つずつ紹介していきたいと思います。今のグータッチも新しく覚えた技なんですよ。ではまず目の前に1つキューブを置きます。で、今認識しました。で、お互いに取り合いのゲームになります。キューブを近づけてコズモに取られてしまったらコズモの点数、近づけていってコズモに取られる前に逃げたらプレイヤーの点数で、5点取った方が勝ちになります。まずゆっくり近づけていきます。ある程度近づけていったらコズモがアタックするのを待ちます。はい、今うまく避けました。こちらの1点になります。では続けていきます。ゆっくり近づけてフェイントもかけますね。あ、取られました。取られるとキューブ赤く色がつきますね。じゃあ続けていきますよ。近づけてアタックを待ちます。はい、避けました。結構早いんですよ。近づけます。ゆっくり近づけます。あ、逃げましたね。フェイントに引っかかるとコズモ笑うんですよ。近づけます。よし、勝ちましたね。プレイヤーの勝ち。コズモは落ち込んでます。次のゲームはクイックタップというものをやってみたいと思います。反射神経と起点が必要なカラーマッチングゲームですと書いてありますね。まずコズモの前にキューブを置いて認識してもらいます。色が一致したキューブを先にタップしてください。ただし赤はタップしてはいけませんって書いてありますね。で、今回は1色しか選ぶことができませんけど、コズモと信頼度が上がっていくと色の選択が増えていって遊びの幅も広がるみたいですね。はい、では僕もタップします。同じ色になった時に早く押した方が先制ですね。で、赤は選択してはいけませんから、今コズモは失敗しました。はい、黄色と黄色で先に押します。赤はダメですね。はい、コズモお手つきです。赤ダメですね。どうした、コズモ色は違う。コズモ調子悪いですね。失敗ばっかりしてますね。緑はこちら、抹消ですね。ちょっともう一回やってみましょうか。
これでゲームスタートになります。第2ラウンド開始。まず色が違う、まあ一回ちょっとお手つきしてみましょうか。で色が違うので自分のミスになりますね。色が同じ時には先制、先に押した方が勝ち。勝ったー。ポーズもまた落ち込んでおります。はい、勝ちです。お、なんか2色モードが6解除されましたって出ましたね。クイックタップスキルが増えました。2色モードやってみましょうか。続けます。2色の場合はパターンが一致したキューブを先にタップしてください。ただし今回はキューブは1色または2色です。あ、なるほど、ここに2色出るんですね。ちょっと難しくなるんですね。2色同じパターンの場合にタップした方が、先にタップした方が勝ちですね。いきますよ。あ、早い、すごい早いです。これは違いますね。難しいですね。これも違う。はい、早い。ポズも早いですね。これは違う。ポズもミスしないですね。これも違う。よく見てますね。さっきは手加減してくれたんでしょうかね。早いですね。こっちの方がちょっと早いですけど。おお、早い。ポズも。これで時々赤も来るんですかね。よし、これは余裕ですね。いいですね、頭の体操になります。反射神経。赤はダメ。コズモも押しません。うん、これ難しいですね。これ4色とかになると難しそうですね。あと1点です。早い、早いです。ポズも早い。おっと、はい、アイウィーン。よーし、圧勝ですね。ポズもまた落ち込んでおります。お、3色モードが6解除されました。出ましたね。これどんどんあれですね、やっていくごとにこうやってロックは解除されていくんですね。まあ、このゲームはじゃあここまでにしておきます。3つ目はメモリーマッチというものですね。記憶力が試されるパターンゲームです。キューブをよく見て音に注意してくださいって書いてありますね。どんなゲームでしょう。あ、動画が出てきましたね。3つキューブが必要なんですね。キューブが光る順番を覚えて、その順番でタップしていくんですかね。キューブのパターンを覚えます。次に覚えたパターンを繰り返します。うん、そうですね。お、3つ認識してくれましたね。じゃあポズモと勝負です。ちょっと色見づらいかもしれませんけど、今赤、黄色、青でキューブ光ってますね。ではパターンプレイしてみますね。青、赤。賢いですね。間違えちゃいました。あ、黄色。青、赤、黄色、黄色。
しました。できましたね。喜んでますね。また続きの動画を紹介しますので、次回の動画でまた会いましょう。じゃあねー。